そうだっけ？でも言われてみればそんなこともあったような気がするかな。懐かしいな。楽しかったよね、めっちゃ。また行きたいな、旅行。そうだね。いろいろと落ち着いてからね。大丈夫、大丈夫だよ。起きてる、起きてる。大丈夫。起きてるよ、大丈夫、大丈夫。全然起きてるよ。聞いてるよ。聞いてたじゃん。旅行の話でしょ？本当は眠いんでしょって？そうだね。君の声聞いてたら、すごい落ち着くからさ、眠くなるんだよね。いい感じに低いし、優しくて安心する声。私が惚れた一つの理由。そうだよ。最初お話しした時、ああ、この人の声めっちゃ好きだなぁ、すんごいタイプって思ったよ。あ、そうかも。結構声フェチなのかもしんない。お前の声も可愛いし落ち着く？ええー、本当？嬉しいなー。ありがとう。私、声にコンプレックスあるから、初めて褒められた。嬉しい。このまま安眠できそう。でも、もうちょっとお話ししてたいしな。ああ、そうだね。明日も早いね、起きるの。やだなぁ。明日からずっと土日だったらいいのになぁ。そしたら、君のところに会いに行って、一緒にダラダラする。
いいじゃん。あんまり人多いところ行きたくないし、休みあった日はどっちかの家でゴロゴロするんで一緒に寝る。超いいじゃん、最高。明日？明日でも仕事があるから、あ、でも定時に終わる。うん。ああ、わかった。君の家に行く。あ、いや、お伺いさせていただきます。楽しみだな。そうだね、そろそろ限界かも。